ご主人様、疲れましたよね。頑張りましたよね。早くこちらにいらして癒されてくださいね。手紙が来ましたよ。はい、手が空きましたら後で確認お願いします。あら、外に誰かが。ご主人様、ごめんなさい。顔が塞がっちゃいましたか。そわそわ。ああ、いけない。オーロラちゃんに頼まれた衣装がまだ終わっていませんね。あら、外に誰かが。ご主人様、ごめんなさい。顔が塞がっちゃいましたか。そわそわ。ああ、いけない。オーロラちゃんに頼まれた衣装がまだ終わっていませんね。あら、外に誰かが。ご主人様、ごめんなさい。顔が塞がっちゃいましたか。ご主人様、今度はもう片方の耳を掃除しますから寝転がって。そわそわ。ああ、いけない。オーロラちゃんに頼まれた衣装がまだ終わっていませんね。はーい、ご主人様、今度はもう片方の耳を掃除しますから寝転がって。ああ、ご主人様、あまり動かないで。ご主人様、今度はもう片方の耳を掃除しますから寝転がって。あら、外に誰かが。ご主人様、ごめんなさい。顔が塞がっちゃいましたか。はーい、ご主人様、今度はもう片方の耳を掃除しますから寝転がって。ああ、ご主人様、あまり動かないで。そわそわ。ああ、いけない。オーロラちゃんに頼まれた衣装がまだ終わっていませんね。ご主人様、あまり動かないで。はーい、ご主人様、今度はもう片方の耳を掃除しますから寝転がって。はあ、
あら、外に誰かが。ご主人様、ごめんなさい、顔が塞がっちゃいましたか。そわそわ、ああいけない、オーロラちゃんに頼まれた衣装がまだ終わっていませんね。そわそわ、ああいけない、オーロラちゃんに頼まれた衣装がまだ終わっていませんね。あら、外に誰かが。ご主人様、ごめんなさい、顔が塞がっちゃいましたか。そわそわ、ああいけない、オーロラちゃんに頼まれた衣装がまだ終わっていませんね。ああ、ご主人様、あまり動かないで。ご主人様、今度はもう片方の耳を掃除しますから寝転がって。ああ、ご主人様、あまり動かないで。ご主人様のメイドとしていつでもどこでもご奉仕しますよ。迷惑な時もあるって。そんな東高風の趣深い部屋ですよ。どういう趣かはうまく説明できませんけど、ゆったりとした感じでいい風情でしょ。ロイヤルネイビーの栄光、東高風の趣深い部屋ですよ。どういう趣かはうまく説明できませんけど、ゆったりとした感じでいい風情でしょ。ご主人様、お出かけの時に羽織るもので新しく欲しいものとかはあります？そういうのでしたら私に任せてください。裁縫は大の得意ですもん。やんちゃなご主人様、どこに行きましたの？耳かき続けましょうよ。手紙が来ましたよ。はい、手が空きましたら後で確認お願いします。ちゃんに頼まれた衣装がまだ終わっていませんね。手紙が来ましたよ。
目が開きましたら後で確認お願いします。ご主人様、今度はもう片方の耳を掃除しますから寝転がって。手紙が来ましたよ。はい、手が空きましたら後で確認お願いします。ご主人様、今度はもう片方の耳を掃除しますから寝転がって。ご主人様、今度はもう片方の耳を掃除しますから寝転がって。手紙が来ましたよ。はい、手が空きましたら後で確認お願いします。外に誰かが。ご主人様、ごめんなさい、顔が塞がっちゃいましたか。手紙が来ましたよ。はい、手が空きましたら後で確認お願いします。ご主人様、新しい任務ですよ。もうご存知でしたか？